少し進みます。はあ、このカツイの終わりしましょう。そろそろ時間だ。でもまだ。いいんだよ、ティファ。昨日ティファも言ってたろ。少なくとも俺たちは一人ぼっちぼっちで行かなきゃならないってわけじゃない。うん、そうだね。よし、それじゃあ行こうか。二人きりだと低くて広すぎるね。やっぱりちょっとだけ寂しいな。心配するな、大丈夫だ。俺がみんなの分も大騒ぎしてやる。それにパイロットは俺だ。今までみたいに安心して乗っていられないからな。寂しがっている暇なんてないぞ、きっと。あれ？あれれれ、動き出した。ん、何の音？バレー指導。おお、もういいのか。レッド、どうして声かけてくれなかったの？だってね、指導。なあ、レッド、よ、邪魔しちゃ後でな、に言われかわかんねえもんな。聞いていたな。ヴィンセント。なんだその追い出された顔は。私が聞いてはいけなかったのか。いつも冷めていたから関係ないって顔してただろ。冷めて、ふっ、私はそういう性格なのだ。悪かったな。帰ってきたみてえだな、神羅の部長さんがよ。あの、僕も本体で来ようと思ったんですけど、いろいろやらなあかんことがあって、ほんでミッドガルの人たちですけど、一応避難してもろうてますのや。すんませんけど、この作り物のボディで頑張らせてもらいます。さて、全員揃ったな。いいえ、あの中国人とかバンブー、みんなありがとう。お前のために戻ってきたわけじゃねえ。俺の大切なマリンのため、それと同じくらい大切な俺の気持ちってのか。俺はよ、今ここにはいねえ。あ、ここにはいないけど、おいらたちにチャンス残してくれた。あ、このままってわけにゃいかねえよな。エリス、最後に微笑んだんだ。その笑顔を俺たちが何とかしないと、張り付いたまま動かない。みんなで行こう。エリスの思い、星に届いたはずなのに邪魔されて身動きできないっている。エリスの思い、解き放つんだ。気が変わっだってやついねえよな。頼むシド。
ここにずっと気になっていたレバーが2本あるんだが、ちょっと試させてくれよな。じゃあなんだ、クラウドさんよ、一丁決めてくれ。俺たちの最後の戦いだ。目標は北の対空洞、敵はセフィロス。行くぜみんな。なんだこれ、ドローン、ドローン。もうすぐ北の大空窟だな、セフィロス、待ってろよ。もう突っ込むぜ。どうしたシド、アゲアゲガガ、コントロールできねえ、すげえエネルギーだ。あ、この誰、なんだてめえら、実家へ帰れって言ったじゃねえか。あ、そうです、ここが僕たちの家ですよ、ですげえ格好つけやがって。わかったぜおめえら、俺様をしっかり抑えやがれ。行くぜ。終わり、よかった。あ、次はディスク戦、これはいい場所かな。今日は終わり、このディスクに。次はディスク3。よし、はい、お疲れ様でした。